今ね、実はセッティングをしているんですよ。これはね、ND967 というフラットヘッド。お前の自己紹介してやかましいわやかましいって。スルッとヘッド。これ、やけ、嬉しそうに笑うんじゃないよ。いいな、これな。ね、967の、ピンクシールド仕様ですね。静かにしろ。うん。なかなかこれがまたすごいんだわ。もう、あのね、ボーカリストもこれはね、このセットで持っていくといいです。本当にいいです。クリア。そう。セレクターが2つあってね、切り替えられるようになって。本当？うん、ある。もう超おすすめですよ、本当に。で、あの音にうるさい三田さんでさえね、これはもう絶対 P さんこれ持ちなさいって俺言われたけど、お金ないもんで買えなかったっていうね、そういう曰くつきなんです。ちょっとやめちゃう問屋があって、うん、もういくらでもいいからとは言わないけど、うんうん、すごく安くしてくれて、うんうん、5本しかないんだけど、うんうんうん、なので全部買わしてもらったんです。マジっすか、うん、またあとぶっこ抜き商法。ゼンハイザーもなんか安く入ってきたもんね。おうおう、それもうちの捨て現場用に20本買っていたんだけど、それはね3500円ぐらいで手話よりいいから。あ、マジそう。これね、すごいね。 EV のこれ、そう EV ですね、967エレクトロボイス、これ、うん、プロ仕様ですよ。シールドと、うん、このシールド、シールド、ピンクシールドですね。キャノン、キャノンのね、5メートル、うん、と、はい、スタンドつけて、スタンドつけて、19,990円です。すごいね。安すぎるね。じゃもうちょっと弱気になってる、最近売れないから。だ、まあ、とりあえずチュン伸びで上がりたいんですよ。上がり癖つけるために19,990円。うん、あざとい、税込み全別。だろ普通。まあ普通そうだよね。まあそれは応対次第、その人応対次第なんだ。どうすかこれ。おいい音でしょ。ああ、出てないから、繋いでない、生音だって言ったこれはね、でも本当にいいですよ、キャプテン。で、こんなにどうしようもねえな。叩いちゃダメだ、マイクはね。本日は晴天なりっていう人いなくなったね、最近。言わない、うん、これ。そうそう。本当だ。坪井さんはハローハローとかって言うけど、ね。いや、そんな話をしなくて。これね。あ、です。そうそうそう、はい。セレクターがまたそれがね、使えるんだって言ってたもん。うん、じゃあ、そういうことで。はい。はい。ほら、これね、素晴らしいですよ。うん、で、5メーターはね、やっぱね、マイクの場合はないとダメです。うん、最低でも5メーターはないとダメです。これは本当の話で、はい、さらに長い、これ7メートルだけど、うん、つけるのは5メーター。5メーターですね。これなんでかって、この間切って余っちゃったのか。あらまあ。でもこれ5本しか、もうやめる問屋さんは在庫がなかったんで、うんうん、ああ、なるほど、以上です。あ、素晴らしいですよ、はい、でも本当にこれ買ってください、絶対おすすめ、絶対おすすめ。キューブと合わせてですね、うん、まあどうやって合わせるのか知らないけど、キューブに入れればいい。あ、そうだ、オブジュアリーがあったっけね、それは。オブジュアリーが、ね、マジ、うん、じゃあまあそういうことで、はいはい、素晴らしいですよ、これぜひ買ってください、うん、いいです、絶対後悔しません、うん、はい、よろしくどうぞ。